級手塚元信 VS 総達也。第8試合バンタム級5分3ラウンドを行います。青コーナー東進総達也、赤コーナー総合格闘技道場小倉会手塚元信、両選手入場。花道から迷彩服の2人の男たちが入ってまいりました。そのまま客席へなだれ込みます。場内のテーマ曲は総達也のもの。しかし2人の男が客席、これは一体どういうことなんでしょうか。見合う、どちらかが総達也なのか。左の男は総達也、対するこちらは総達也、右の男はマスク姿、その表情は伺い知れません。一体どういうことなんでしょうか。まずは総達也がリング上、ただ布施さん、はい、コールでは総達也、手塚元信両選手の入場というコールがありましたよね。もしかして手塚なんですかね。でしょうか。お、赤コーナーに陣取りました。ということは、このまま名店青コーナー159cm 61.0秒、ファンクラス成績11戦4勝4敗3分け、ランキング6位、総達也。まずは沖縄琉球ドラゴン総達也がコールを受けました。 170cm 61.2kg、 ファンクラス成績11戦7勝3敗1分け、ランキング4位、手塚元信。あのようなマスクをかぶった男、今手塚元信とコールがあって、手塚です。手塚瀬さん、はい、前代未聞ですね。マスクもいつものものとは違いますし、はい、非常にこの見た目も変わりましたね。そうですね、インパクト大ですね。はい、はい、2人揃って入場してまいりました。前回も総達也はあの滝田ジェイ太郎選手と非常に不思議な空間を作り出しましたけども、入場で、まあ、総達也選手も以前はあの大阪を拠点に活動していた時期があって、はい、あの手塚選手ともかなりあの顔見知りみたいですね。なるほど、はい、お互いのことを知っている2人、そうですね、昨日の計量の時に普通に話し合ってましたから、ね、なるほど、はい、しかしその2人一旦対角線リング上で向き合えば戦うことしか許されません。今ゴングを聞きました。第8試合はバンタム級5分3ラウンドの戦い、緑のトランクスが沖縄東進から総達也、対する茶色いトランクスが総合格闘技道場小倉会から手塚元信です。総達也が現在ランキング6位、手塚がランキング4位ということは、今共に入場してきましたけども、はい、この試合に勝った選手が次のタイトルマッチ第一コンテンダーになりうる戦いですね。そうですね、共に右足前のサウスポースタイルです。左の前蹴りを見せるのがそう、パンチで前に出ていこうというのが手塚です。右の服を当て込んでいくそう。ただ布施さん、はい、この2人は全くファイトスタイルは異なる2人ですよね。そうですね、はい、手塚も明日の試合どうですかって聞いたら、もう本当にその回転体になるか、もう塩漬けの試合になるかどっちかじゃないですかっていう。なるほど、茶色いトランクスの手塚の方は、はい、とにかくバックを取った後バックキープする能力に非常に長けています。いや本当ポジショニングってものに関しては本当にあれですね、一元に秀でたものを感じさせる選手ですよ ね。対する総達也はもう決まったことを思われてもそこから抜け出すバネですよ ね。柔軟性、本当ミスターブリッジと呼んでいいんじゃないですかね。その2人余裕が向き合っています。離れ際、離れ際、取ってるよ、まだ
、パンチをかわしてかいくぐっていく、それでもタックルに入りますですが、テイクダウンを奪いにかかる。あ、一気にこれは、あ、まだ足が抜けたか。あ、マウントを取りました手塚です。得意なポジションですね。まずは上のポジションを取りました手塚。これをブリッジで返していくならばと腕十字があるか。まあ、そして手塚はここから足を差し込んでのバックキープ。あー、このポジションですね。ここで相手をコントロールします。得意なポジションを持ってきましたね。はい、うん、なんとか層としては手の内は分かっているでしょうから、はい、脱出したいところです。今度は十字に行く。さあどうだ、ブリッジで返すか。得意のブリッジがある宗達也。このブリッジ柔軟性バネが持ち味です。いや、高橋選手、はい、お互いこう手の内を知ってる同士の戦いというのは非常にやりづらいんじゃないですか。そうですね。ただまあ、手塚の動きがね、いいのにちょっと期待してますよね。あ、注射の血しまいですね。その方から出血ですかね。場所がどこでしょうか。あ、かなり激しい出血が見られます。あ、かなり激しい出血。これはちょっとまずいかもな。あ、抜きましたね。抜きましたけども、これ今の十字のところからのパウンドですかね。そうです、パウンドじゃないですかね、うん、十字からの。あ、ここでタイムストップ。これかなりちょっと量多いですね。深くなければいいですけど、はい、ちょっと心配ですね。どこなんだろう、目尻の下なのかな、上なのか。今宗達也のドクターチェックが行われております。鼻ですか。まだ完全に宗達也の表情を捉えることができないんですが、鼻ですね、はい、ドクターは鼻を押さえてますかね、はい、そうですね。高橋さん、これだけ鼻からおびただしい出血というのは、まあ、多分鼻折れてるでしょうね。富士さん、急に出始めましたもんね。そうですね、パウンドがいい角度で入ってしまってたんでしょうね、きっとね。ただ高橋さん、はい、同時入場してきた、はい、昨日の計量でも普通に話をしていた2人、はい、リングで向き合えばこういう戦いは当たり前にできるものなんですね。そうですね、やっぱプロですからね。そこら辺は、うん、あの友情関係とかもうリング上がれば関係ないですしね。まあ、パンクラスの歴史たどればもう同門対決もう何度もトランプやってますから、はい、さん、そう考えると本当にあの我々一般の人間にはこう知ることのできない領域。いや、本当に相入れない領域ですよね。ですよね、はい、だからこそ素晴らしい戦いができるんでしょうね。そうですね、はい、だからこそこう人を引きつける魅力があるんでしょうね、はい、高橋さん、この状況を見て、はい、手塚の方が多少こう気持ち躊躇するとかそういうことはありますか。それはないですね。もうあのとどめ刺しに行こうと思ってるだけだと思います。もうこれは単純にチャンスとしか思わないということですね。そうですね、なかなか層の出血が止まりません。このままだと再開はされたとしても血がまた出血がひどいようだと止められる可能性高いですね。高いですね。ではもう多分手塚君は最後ラッシュかけて、はい、一気にとどめようというふうに考えていると思いますね。ただ今青コーナー宗達也選手のドクターチェックを行っております。ただ布施さん、はい、互いに素晴らしい動きを見せていましたから。そうですね、これ5分3ラウンドの戦いなので、はい、もう最後まで決着が本当にスパッとつくまで見ていたいというね。そうですね、気持ちはあるんですが、昨日あの手塚選手にあの自己アピールをって言ったらですね、はい、あの恐怖を与える、夢を与えるって言ってたんですよ。で、イミジ君本当にあの恐怖を与えるような試合になってしまいましたね。まあ、それが表裏一体なんですが、はい、手塚はその宗達也の姿を対角線のコーナーから捉えています。どういう胸中で見ているのか。再開できるようですね。マウスピースをはめました。再開できるようです。
まあ、逆に高橋さん、これ層としては非常に、はい、窮地に追い込まれたわけですから、はい、ここで再開です、まあ、上になっているのは層なんですが、布施さん、はい、これ手塚は下からでもいくらでも攻撃を仕掛けられる選手、はい、できることなら層選手はもう立っていきたいところですよね、はい、ここ、ね、あ、もう血が止まらない、あ、そうですね、もう一度あれだけ出てしまうと少しの衝撃でも再び出血が始まってしまいます、はい、おーっと、これはリバーシフルネルションみたいな、そうですね、はい、まあ、裏跳ね折り固めのような、はい、ただ聞いてはいませんね、そうですね、はい、あ、全然今聞いていないよというアクションが見られました手塚です。大丈夫、もう1分、ただ高橋さん、宗達也の左の足が抜ければ分かりませんよね、はい、いや、これ多分決まらないですね、 あ、そうですか、はい、ここから動きを、あ、出血がおびただしい、返されてしまう、これもう止められるかもしれないですね、サイドを取ります、スタンドに戻る、一発今顔面にパンチを当て込んでいきました手塚、まあ、セコンドからも今鼻殴っていけというね、残り30秒、残り30秒、さあ1ラウンドしのぐか、そう仕留めるか手塚、残り20秒です、まあ、そうは顔面を打たれないようにこう頭を下げながらという展開、正面向き合いました、あ、ここでタイムストップ、第1ラウンド残り10秒というところなんですが、ちょっと厳しいかもしれないですね、続行はね、再び宗達也のドクターチェックが行われております、逆に高橋さん、はい、宗達也の今心境はどういう部分ですか、いや、もう止めないでくれですよね、うん、もう止められるの一番嫌ですから止めないでほしいですよね、ただダメージとしてはどうなんでしょう、まあ、これは鼻折れて、これ鼻3本あるんでそのうちのどれが折れてるのかにもよりますけども、はい、戦えるは戦えると思うんですよね、宗選手の気持ちも強い選手ですから、だからここはもう本人は止めないでくれるのもうそれだけだと思います、なるほど、うん、あ、再びマウスピースをはめました、再開です、さあ1ラウンド残り10秒切ってるところ、おお、回し蹴りを見せていく、正面から打ち合うのか、打ち合うのか、左のハイキック、ここで第1ラウンド終了、うん、ハイタッチを交わしてコーナーに分かれていきました